うっとぜ藤宮最強の男、嬉しい。どうしてみなきゃやる。ありがとうございます。ナイスー、ありがとうございます。ナイス、相棒、相棒っていうの。ナイス、ナイス、ボール、NB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 。これでセンターは殺さなくてよくなったから、ちゃんとメモとかないと。ボタン把握ね。ボタン持ってる人から切り捨てた方がいい。メモボタン。センターさんは最後まで残る。センターと。うん。センターは殺さなくていいと。クルメ線の話ね。スキップ。はい。クルメ線殺さなくていい。殺さない。釣りでね。釣りで殺す。あ、そういうこと。釣り。面白すぎる。なるほど。はい、電気室右上の勝ちのところで死んでます。わ、マジ右上か。あら、はい、いてない。ね、キッチンで初手で一緒にエロ、うん、エロピカ、エロピカプテで巻きまして、はい、ピカさんが、キッチンからセキュリティの方に行って、僕はピカさんについて行ったんですよ。はい。でセキュリティの方まで行って、多分ピカクロスさんは電気室に入ったんだと思います。僕はで、カメラを見てました。でカメラをしばらく見て、夏目先生だけは見た、エンジンルームくらいで見たんだけど、他の人は特に情報はなく、うん、で電気室でその後電気室に入ってきたら、トヤさんが上から降りてきて、トヤさんが右奥で発見だから、まあ、トヤさんは僕のことをもしかしたら疑うかもね。自死点エロちゃんの白は出せます。なのであればその後武器庫に合っているので、エロちゃんと、うん、エロちゃんは白かな。厳しいってこと、はい、そのアーカイブにいる僕カメラで見てないですか。アーカイブにいる、レジさんはアーカイブ、ちょっと ごめんなさい、情報の優先度的に出してもらいたいですけども、バイタルで、11秒前では死んでなかったです。11秒前では死んでなかった。割と直近。おお、なるほど。おお、じゃあセンターも無理かな。わかんないけど、センターどっちに行ったの。僕宿舎前でエロちゃんと合流しました。ああ、じゃあ絶対無理だね。無理そう。絶対無理だ、うん、ドア開けてるから。アーカイブあたりで見てるから15秒ぐらい前かな。で俺最後はアーカイブにいた。サントさん11秒前には見ってことはさ、うん、か激直近もあるってこと。いや、そう、わかんない、まあ、11秒前にチラ見した時には死んでなかったから、うん、激直近もあるし、うん、10秒前に死んでるもあるからわかんないよ。そう、11秒前にチラ見した時に死んでないっていうことしかわかんない。寺蔵さんも白ってことで大丈夫ですか。その証拠義務みとか先端から出れば、あの藤宮さんが先端、俺よりも早くメインホール側に抜けてると思うんだけど、はい、その後どっちに行った。シャワーで東野さんを見かけてメインでタスクして最後またシャワーに戻ったって感じです。じゃあ割とできる。そうですね、押しますね。僕じゃあ次行きます、うん、押します。お願いします。
申し訳ない。タリやられてるね。これ隠しろになるでしょ、僕。プテさんはほぼ無理ですかね。で最後夏目さんはミーティングに上がってきたけど、まあわかんないか。あ、絶対わかんないです。エレクトリカルないと思う。エレクトリカルに塗っていた。実践の話をちょっとしてもいいですか。さっきのキルがほぼほぼ3と3しかないと思ってて。なんで？あ、そうか、東屋さん僕、東屋さんのセルフ疑ってたのね。いや、待って待って待って、いや、ちょっと待って、私だったらバイタル情報出す必要なくない？いや、だからそれが嘘、ほっと5秒とかで、すぐバイタル見て、見ましたっていう、その、で、東屋さんとかにも出てくれるのかな。それ推理の確定ではないですよね、ほぼ。もうちょっと話聞いてからいいと思うよ、まあまあ、そうかな。そうで、アーカイブで最終なんか、寺蔵さんがいたって話ですけど、レジーさんもそこにいたって言いませんでした？僕はね、ダウンロードを右側でしているときに、右からどこからドアが入ってきたの見たんですけど、誰がいたかまでは見れてないんですよ。レジーさんがダウンロード位置にいるのは、藤見は確認してますけど、最終はエレジーさんどこいたんですか？私、僕はトイレにいるので、ラウンジの、そこは分かんないです。あ、俺はシャワーからアーカイブに戻ったので、アーカイブ、シャワー、アーカイブって来たので。一旦消去法しません、確実無理な人っていないんですか？この3人は僕無理だと思う。テラゾーさん、エレジーさんまで無理。このターンだよ、このターン。ダブキルだから、ダブキルだから。うん、いや、死体位置が分かんないから、うんうん、なんとも言えないけど。けないですか、キルクル的に。最初ミーティング一緒いたじゃないですか。まあ結構弾けるかな、うん、めちゃくちゃ胸を張って 100% とは言えないから。僕がと言ったら宿舎前とかになりますけど、宿舎前ぐらいしかない。後から夏目さんが来てるので。あ、そうなんだ。まあ、どういうじゃあ、藤宮さん弾いていいかな。藤宮さん弾いていいんだったら、サントスさんに投票するけど、俺は。私はもうこのターン、込み直った瞬間から、容疑者一覧からカメラを見ようと思って、カメラ前で待機してたけど、もう直らず終わっちゃったから。なるほどね。でも、2両の合わせで。まあ、初日のキルでサントスさん結構伝わってるから。まあ、私支援だとプテさんになる。あれ、プテさんってこのターン。いや、僕このターンは無理だから。藤宮さんとの2両がない限りは。さっきのキルからロラーしよう。サントスさんとりあえずいるので。1キル目の方絶対詰めた方がいい。下位置が分かんないから。そうですね。私支援だとプテさんになるから。プテさん落としで、1両確立する 1キル目が東屋プテ橋しかないので、バイタル情報出て、それでお願いします。はい。よいしょ。はい、素晴らしい。まあ自分死ぬのが丸いんすかね。藤宮さんとの二郎しかなくなりますけどね、僕が黒の場合は。そうですね、だって今回のキルがプテハスさんは無理みたいな話を自分で言ってたけど、それを誰か証明できるんだったら。あ、僕が証明ボタン待機だからじゃないですか。藤宮さんがボタン待機をしてる、僕はもうすぐに宿舎前で湧いたんで、はい、すぐに一番上まで行って、うん、右奥のタスクを1個やってボタン前でずっと待機してたので、うん、そう、藤宮も右奥のタスクやってから、プテハスさんがいるの確認してミーティングで、宿舎まで行ったけど、まあプテハスさんが一人になると逆に辛い。今回のニキルのに関われないんだったら両方白じゃん、隠し白じゃん、そうですね、うん、いやでもそれはだから藤宮っての二郎を村視点で追うのであれば僕は死にますっていう話です。でもここで生きるんだったらなおかつなんですけど、はい、最初のアリバイがあるのってエロちゃん、ナスメ、センタンさん、テラゾさん、エレジーさんって記憶してるので、はい、二郎は普通にあるよねっていう。ナスメ、エロちゃんはないんでしたっけ、プテハスさん目線も。あ、サントさんで落ちてると思う。サントさんで落ちてると思う。初日のキルがそうだと思う。それはなんでかっていうと、エレクトリカルに行ってて、藤宮さんがエンジンルームで自分のこと見てる。で、エロちゃんは武器庫であったって証言なので、エロちゃんが先コースか。エロちゃん無理。僕してエロちゃんは初日無理だから。はい。じゃあ、だからまあ、二度ケアするならですけどっていう。うん。北橋さんって言ってたっけ、サントさんは。あれ？うん。どっちだっけ？北橋さんって言ってた。うん。このダブルキル超怖いな。今回、あの、あれもなかったし、サボタージもなかったし。そうだよね、白いっすよね。俺は、うん、サントスさんで落ちたんじゃないかなって思っちゃうけど。じゃあ、スキップ、僕はいるから信じてるぞ、みんな。いや、これ、逆に、頼む。するかな、どうだろう。いや、しないで。いや、俺、スキップするから。いや、これ、初手の容疑的には、これを生き残ってプテさんが死ぬのが一番強い。今回はキルできないよ、ダブキルだよ、今回。迷ったら、プテさんに行ったわ。そうなんだよ。できなかった。
バイバーイ。ダブキルなんだよね。バイバーイ。俺投票してるよ。同じく入れました。入れました。俺スキップ。俺スキップ、ね。あ、投票いきますね。すみません。バイバイ。5番です。それでいいです。これはうまい。いやーいい。あとタクスダイヤダイヤ赤青。そうですね、サントスさんがあれだけで追放されるとはちょっと、まあ、キル対象はね、親さんがそうやってるから、さあどうなるか、結構あのサントスさんの疑いはあのフテラ木橋さんからスタートしてたように見えたんで、うん、なんか他の要素からいけるのかなと思ったけど、おー、釣れたんだと思いましたね。え、マジ？プテさんはそうだよね。プテさんは一番そう思うよね。あ、マジか。ミーアーちゃんなの？そうだよ。プテさんはミーアーちゃん？何が二郎だよ。でも他の人からするとこれで。おいおいおい、忘れてくれ僕の発言は。え、でもあらおー あららー、やばいよー。あ、おい、いけ、これはやれ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。夏目テラゾは隠し色です。ミーティングです。藤宮さんに。じゃあセルフだ。あと、なんでかというと、僕リアクターの左側直してエロちゃんが右を直しに昇降機で行きました。その後僕は金庫室に向かって行こうとしたんですけど、藤宮さんいなくなってて、でドア全部閉まってたんですよ。でなので僕はぐるっと回ってタスクをやりに行きました。あ、停電エロちゃんが右に行ってるのを確認してエレジーさんもいたので僕が直す必要ないと判断してエレクトリカルに行ってました。でエレクトリカルからメインに上がるときにエレジさんとすれ違ってエレジさんが右に行って発見なので、あ、僕見てないです。僕はセルフしかないです。どうすればいいか。そもそも僕はプテさんから白もらってたから。ちなみにダブクリが起きたターン誰も、コミサボ直しに来てなくて俺がそもそも直していて、あ、それも知っていいね。直した人が白 で、ね、その人を切って直したっていう発言。まあ、テラゾーさんどうしたい、ね、テラゾーさんどうしたいですか。俺はエレジさん釣りたいかな。そもそも俺初日キル関われないって話だと思うんですけど、テラゾーさん右手キルは、ね、初手キル、初手キルは結局サントスさん。俺は藤宮さんとのつもりで落としてるので色々ますよ俺は。僕と誰ですか。プテさんですか。ないかもな。エレジさん初手キル関われない理由なんだっけ。初手キルテラゾさんが証明してるアーカイブです。アーカイブの右のダウンロードで初手キルは結局サントスさんで落とし、サントスプテで落としてるので、まあ、藤宮もグレイチでありますが、だからプテハさんと藤宮さんの色の可能性があるって話してましたよね。そのボタンあります。ちなみに自分ボタンあります。俺タスクむちゃくちゃ残ってもう一回話しましょう。ここで決めよう。ああ、いや、まあ俺、はい、もういや、まあでもそうだなと思って。まあ、そう、いや、わかんないけど、多分普通に推理するんだったら自分もサントスさんの方が怪しいと思ってて、うん、でそしたらプテハシさんが白になると藤宮が白だからエレジーさんかなと。あ、マジか。まあ任せます。藤宮プテのバッターンだと、うわー、コミュサボ鳴ってる時に2キロ来た時の説明がテラゾーさんつかない。自分エレジーさんに。いや、申し訳ない。もう思いつかなかった。申し訳ない。やばいな、これ。マジかー。最速直しが。いや、これこ、まだね、あれが続いてるから、あれがある。正直わかんない。あらまー。いや、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 これまだ、停電が、まだ、やばいんだよな、やばいんだよ、やばい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 。ワンチャンある、ワンチャンある。いや、やばいやばい、ボタンが、ナイスだ。え、ある、ある。ボタン、ボタン、ボタン、おい、ボタン、ボタン、おい、おい。おい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 、え、忘れてん、忘れてんだこれ。うん、インパンサー2人ボタンを押せば、あれ持ってないのかな。ボタン残ってます。あれ、あ、嘘か。あ、嘘か。そんな焦って焦りが先行して、あ、もうこれ藤宮さん待機してますね。あ、タスクが手が回ったない。俺が無理。ああ。よーし。
ありがとうございます。ありがとうございます。その部屋がどこでやったんや。そうだ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 、ジンボタンあった。ボタン押してよ。うわごめんボタンあったいやそうボタンあるって言ってたからもう負けたわと思ってたんですけど、そう停電が残ってる、停電かって思って、そう停電、そう停電残ってるんだよ、うん、そうだ残ってた。あごめんなさいマジで、あミスった。でもボタン、プテラスさんとのどうやってやったんですか、その一緒にいる。いや僕はね正直ところその藤宮さんが自分の論で、そう無理じゃないですかっていうので、うん、僕、ね、藤宮さん視点は僕は無理だったし、まあ、僕もまあまあ宿舎前ぐらいでしか殺さないからっていう論で、まあ、無理かな。エンジン左の扉前でセンターさん切って、藤宮さん行けよ、藤宮さん行けよ、藤宮さん行けよ、切ってすぐミーティングに戻ったって感じです、ね、あーそっか、確かにね、コミサボ誰出てないからね。そうコミサボね全部ドア閉まったからね。多分俺が確認できてなかったのが範囲だね、申し訳ない。いや申し訳ないです。俺ね今回ね本当にその初日以外一人行動の時間が多すぎて全然白出しできる状況なかったんですよね。申し訳ないです。いや見事でした。僕